何やってんの？タグとかグラフィティかみたいな。こういうのとか T シャツできそうじゃん。フォーゲットで出せばいいじゃない。テツバーサス両スピンフォーゲットネバーデザインバトル。オリジナルデザインこちらです。じゃん、こちらです。ドン。ブレイブジャパン。お疲れっす。めっちゃ疲れた。てかめっちゃ書いてる。何やってんの？タグとかグラフィティ書いてます。ちょっと俺も書く。あ、いい感じだね。あれ、そんな特技持ってた？普通に書けるやん。どれぐらい書いてんの？でも、数ヶ月前ぐらい。それこそ8ROCKS の活動増えて、そのサインの練習してたんですよね。そこからどんどんタグにハマって。ハマってったんだ。そういうこと？そうです。自分のサインあるの？あります、あります。書いてみて。あ、うまっ。これ両スピンってなってんの？あ、ファウンドメーションが上にあるのか。やば、ガチじゃん。こういうのとか T シャツできそうじゃん。作りたいっす。フォーゲットで出せばいいんじゃない？やば。フォーゲットモデルで、ね、鉄両スピンが描いたグラフィティのやつがデザインされた。やば。まあ、できなくはないけど、ガチでやるんやったら、例えばフレバージャパンと、はいはいはい、フォーゲットネバーと両スピンのトリプルネームみたいな。あ、面白いじゃん。やらせてください。やりたいです、やりたいです、やりたいです。だったら、企画みたいに。うん、ああ、そういうこと。あ、じゃあ、両方とかじゃなくて、二人に競ってもらうみたいな感じにして。ああ、それっぽい。視聴者に選んでもらうというか、アンケートみたいにして、勝った方のが商品化するみたいな。両方は無理なんですね。勝ちますね。あはははは。じゃあ、ちょっと、個性を出してもらって、はい、じゃあ、できたタイミングでまた連絡もらったら、了解です。ちょっとやりましょう。頑張ってデザインを起こしてください。はい、頑張ります。面白。やばー。まさかの。ということで今回は鉄 VS 両スピンフォーゲットネバーデザインバトル。よいしょー、よいしょー。ということでやっていきたいと思うんですけど、まあ先日ですね、はい、両スピンとてっちゃんがグラフィティを描いててめちゃくちゃ良かったんで、このフォーゲットネバーでもう商品化しようかなと思って。いやーやばいですね。ただやっぱり両方出したらね、そんな甘くないですよ、この。ね、なんで今日は視聴者のみんなを巻き込んだ感じでどっちのデザインがこう商品ができるかっていうのを決めていきたいと思います。 YouTube っぽい。そう、 YouTube っぽい。、まあ、我々ね、皆さんのおかげで本当にチャンネル登録もめちゃめちゃ伸びてますからね。はい、皆さん協力していただいて今日は決めていこうと。2人にはしっかりプレゼンできるデザインを頼んだので、今日なんとねデザインができてるので、俺たちも初めて見るんですけど、はい、早速ね2人にはプレゼンしてもらおうかなと。楽しみですね。ね、はい、ということで早速両スピンからいきたいと思います。どうぞ。ダン。おお、元気が、元気やな。できました、できました。おお、楽しみ。どうぞお席へ。お願いします。すごい、しっかりもうプリントアウトされてんだ。はい、もうプリントして、ちゃんとサンプルできたデザインだけかと思ったら、いや、もうサンプルで作ってもらいました。これがちゃんとみんなの手元に届くかどうかは、こっからのプレゼンにかかってますから。届いてほしい。はい、では早速じゃあデザインの方から見ていきたいと思います。はい、お願いします。まずじゃあデザインの方、はい、早速見せたいと思います。自分が作ったオリジナルデザインこちらです。じゃん。おお、はい、かわいい。はい、結構今回グラフィティにはいろんな種類があると思うんですけど、まあ、タグだったりスローアップ、マスターピースとかいろんな種類があるんですけど、今回はちょっとスローアップっていう書き方で、なぜこれにしたかっていうと、見てる方 B-boy、B-girl 以外にもファンの方とかもいると思うんで、みんながかわいいって着れる服を作りたいなと思って、で色合いも結構この赤と黄色を使うっていうのも、せっかく今からあったかい季節になるんで、なんか夏に映えそうな色合いで作りたいなって思って。めっちゃなんか細部までこだわって、中にも、あ、洋服の、はい、ここにフォーゲットネバーと自分の名前を入れて、で2022年今年作ったっていうのを分かるように、はい、入れてます。細部までこだわってますね、はい、FGNV ですね。フォーゲットネバーのやつ。そうです。あ、やばいね。これどれぐらいかかったの作るまで？え、けど実はこれ最初試作で3つぐらい作ったんですよ。で、その中からこれ選んだんですけど、1個作るのは1週間ぐらいもう結構悩んで作りました、ね、夏に向けてすごくいいんじゃないかな。色合いをこれにした理由とかもあるの？やっぱ一番夏っぽい太陽っぽい色にしようと思って、赤と黄色で。あ、はい、太陽ね、確かに太陽だし、なんか結構自分赤色好きで、なんか情熱的な、だからこういう色合いにしました。じゃあちょっとそのもう一つなんですけど、コーディネートの写真を出てきてくれてるっていうことで、はい、
それもちょっとせっかくなんで見せてもらいたいと思います。画面にも多分出ますね、こちらね。はい、それこそもうめっちゃかっこいい。めっちゃかっこいい、はい、知り合いがカメラマンしてて、これモデルもあるな。これも評価対象ですね。いやもうちなみにこれ撮るために川越まで行ったんですよ。こんな感じで結構ちょっと爽やかめに撮らせてもらって。めっちゃいいやん、はい、これはあの太陽浴びてるんですよね。表情がいい。そうです、太陽浴びてる。今上こうやって向いてる、はい、太陽浴びてます。はい、まあこんな感じでいいじゃないですか。そうですね、デザインももちろんなんだけど、モデルとこのロケーションと、まあ、カメラマンさんのこの3拍子全部揃ってるし、はい、しっかり今回は勝つために勝ちに来てると仕上げてきました。もうやばいな、はい、これバッチシ髪セットしてちゃんと晴れ取り決めて。そうそう、珍しいよ髪の毛。確かにバッチリ決まった。バッチリ決めてる。最高じゃん。自分でデザインをしてね、自分でこうプロデュースしてこうみんなにね見てもらってるっていう。はい、カメラマン大人になったね。もうお父さん、ちょっと前まで中学生だったのに、もうこんなんできるようになってパパ嬉しいよ。すごい、これは多分ポイント高いんじゃないですか。敵に負けたくないっすね。確かにね、忘れちゃいけないですけど、今日はどっちかしか商品化できないですからね。ということで、まず1人目はね、両スピンのデザインから見ていきますけども、はい、じゃあ一言、ちょっとこれ、いやそうですね、もう今年の夏はみんなこれを着て、海に行きましょう。おっ、ね、はい、ということで、両スピンさん、ありがとうございました。お願いします。ということで、もう1人、てっちゃん、どうぞ。はい、どうぞ、お疲れ様です、皆さん。何の馬いいよ、何の馬はい、よじゃあね、はい、どうぞどうぞ、こちらです。両スピー、ちょっとね、横でも見てたと思うんですけど、ね、どうですか。いやもう正直ね、今からの僕のこのプレゼンで、すべてかかってると思う。まあそれはその通りだ。何者でもないんですけど。まあまあ、黙って見てもらいたい。まあまあ、そうね。じゃあ早速、はい、けっちゃんには、できたデザインの方を見させていただきたいと思います。お願いします。お願いします。今回、私がデザインしたフォーゲットネバーの、デザインはこちらです。ドン。おー、すごい。これまたちょっと両スピとは違って。はい、そうなんです。これなんかスタイルあるんですか。これはまあタグですね、タグでフォーゲットネバークロージング。両スピンはこう結構カラフル、色を使ってたんですけど、僕はちょっとペンで、まあ、そのまま紙に書いて、それをここにもうそのままデザインさせてもらって、ちょっと細かいんですけど、このペンの擦れた感じ、ああ確かに確かに、そのまま書いたような感じで出せたり。へえ。で、あと自分の名前も、あ、ここに入ってんだね。はい、僕は全部そのまま略させて、はい、両スピンのもちろんいいんですけど、全然これあの何を笑ったんだ。なんかこだわった部分とか他にあるの。この CLO THING なんですけど、この T から N までこう全部 T とこう繋がってるように見せたらちょっとバランスいいかなと思ったのと、タグってそのスタイルが出ると思うんで、なんか G とか M をギュニュってしてみたりとか、まあ、R もちょっとこうイカつくしてみたりとか、なんかちょっと男らしさっていうのもまあ、取り入れながらシンプルに白 T 黒文字でいけたらなと思って、まあ、こうなって。じゃあめっちゃ考えてるやん。なんか全然何も考えてない、はい、すごい考えてこう細部までね意識して、ちょっとバランスがやっぱり大事だなと思って、文字の量も多いんで、両スピとやっぱスタイルが違うっていうのがね、なんか面白いですね。両スピの時はね、写真をちょっと見せてもらったんですけど、なんとコーディネートの動画がなんか、こちらの動画で、はい、じゃあちょっと早速その動画の方を見させてもらおうかな。はい、こちらです。ドッ。自分で編集したんでしょ。はい、これも自分で編集して、全部自分で、はい、自分でデザインして、はい、自分でこうね、これ着て踊って動画撮って編集してみたいな。完璧じゃないですか、てっちゃん。大人になったね。同じなんだよ。小学5年生から知ってるんですよ、だって。あ、そうそうか、そうね、もうなんかパパな気分ですけど。また2人のパパね。はい、ということで、じゃあウィングさんどうですかね、今ちょっと。いや、なんかちょっとムカつきますね。これお前全然あれやなって言いたいんですけど、まあ普通にいい感じだから、ちょっと悔しいですね。いや、いい勝負してんじゃないですか、てっちゃん。なんか最後にじゃあちょっとこちらの T シャツはですね、夏にも合いますし、デザインもシンプルなんで、適当に服を着てもこの T シャツ1枚でビシッと締まるような T シャツを作らせていただいたつもりなので、よかったら皆さんこちらに今日よろしくお願いいたします。はい、ということで、てっちゃんありがとうございました。ありがとうございました。
はい、ということで2人にはね、来ていただいたんですけど、しかも今来てくれてるんで、ね、この2つ、まあ、気になるのはね、皆さんどうやって、まあ、投票するのかというところだと思うんですけども、概要欄の方にあのアンケート機能があるということなんで、そちらの方から皆さんぜひどちらか1票入れていただいて、でこれ気になるのはね、あとどれぐらいの周期期間なのかっていう、1週間、この動画がアップされて1週間が、締め切りとなりますので、その間にどちらの多い投票をねした方が勝ちということで、うん、はい、なので皆さんぜひぜひ気に入ったねデザインの方に投票していただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということでじゃあ最後にね、もう一度一言ずつアピールして、確かにこれ最後ですから、はい、じゃあまず秒スピンからお願いします、はい、皆さんの元にこの T シャツが届くようにぜひ投票していただいて、今年の夏みんなでこれを着て、うん、いい夏を過ごしたいと思ってるんで一票お願いします。はい、ということで涼介君ありがとうございます。そして続いててっちゃんお願いします。はい、フォーゲットネバーから、もし自分の書いたタグの T シャツが発売されたらめちゃくちゃ嬉しいです絶対に発売できたらいいなと思ってますんで、皆さん一票よろしければお願いいたします。はい、ということでみんなの方もよろしくお願いします。マジで選ばれなかったこと出さないですからね。やべえ、ここはシビアに行くんで勝負なんで、なのでね、せっかくちょっと考えてもらった2人ですけど、ここはしっかりねシビアに皆さん、はい、選んでいただけたらと思います。なので皆さんの1票が決めますのでね、ぜひぜひ参加していただければと思います、はい、ということでここまでのお相手はフレイバージャパンでした。ぜひ1票よろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録まだの方お願いします。お願いします。